テレ朝動画。何言ってるんですか。まずその溝ってのは何ですか。はい、みんなワキがやってんじゃないですかこれ。出ましたね。もう酔っ払ってるよ。皆さんおはようございます。おはようございます。まずはゲストの紹介をしてください。はい。いつも道場でお世話になっております。小林邦明さんです。はい、小林です。はい。そしていつも、番組を締めていただいてます。豊本さんです。番組締めてるかどうかちょっとわからないですけど、よろしくお願いします。今日トヨタが初めて道場に来て、はい、そうなんですよ。いろんな初めて見て、はい、はい、そういろいろ案内をね、中西さん、小林さんに最初していただいて、本当にあのすごい選手がね、トイレ掃除させられた時にも半泣きになって許してくださいって言った、そういうエピソードとかも言って、その当時のお手洗いがないんですけど、もうね、ウォシュレットになって綺麗なトイレになってますけど、はい、まあ、そういう話はまた後日談としていただきます。はい、もう道場初めて来るってことで、小林さんがじゃあ道場の方行きますかって、はい、リングの方のね、はい、あの練習の方に案内していただけるんですけど、中西さんはどうしてもトイレの方を紹介したかったどっち行っていいのかちょっとわからないっていう瞬間がありましたけども、でも両方やっぱ体鍛えるの精神鍛えるの両方ですからね、はい、はい、道場とトイレっていうのは、まあまあトイレがどうして精神論かっていうのはまた後日談後日あるんですか、後日は。はい、もう器具のね、こう昔はなかった器具が今あるんだと、昔はね、ロープとプッシュアップバーぐらいしかなかったよなんて話を聞いたりしまして、ああそうですね、昔の写真とかそうですもんねなんつって、はい、聖域ですからね、はい、なるほど。小林さん、ありがとうございます。ギラリーさん、すいません、ああいうのもね、季節ごとにいろんなのがあったりする。結構怖いですよ。そうですね、汗臭いようなところにね、はい、こんな癒しててね、リラックスできる。これを小林さんが準備されたんですか。ええ、その全部100円ショップです。これ全部ね、800円ですよ、ね、え、これ800円ですか。ええ、これ全部ですか。ええ、すごいな、なんてやりくり上手なんですか。これがこれでなんかできそうですね、企画がね。こういうものが一個あると関心を持たないですね、こういうの作ってるの。そうですね、目の前にみんな座ってるのに、あれどうって言ったら、あって気がついて、反応はあんまりかましくないんですか、お方の方は。それはいけませんね、ちょっと。ここに出てるものがあまりにも素晴らしいからですよ。サイドオーダーとかすごいから、サイドオーダーでステーキとか、こればっかり目がいっちゃうから食べ物の方に。そうそうそう、食堂に。はい、まあそうか、それもありますね。まだまだ食い気がやっぱりね、言わないよ、僕もそうなんで。まあね、誰よりも食い気ありますからね。はい、小林さん、100円ショップとか行かれるんですか。行きますよ、だいたい道場の茶碗部とか、そういうものは、そうね、箸とか、日用品とか結構多いですよ、ね、あ、そうなんですか。すぐ割っちゃうんで、ね、あ、ね、なるほど。洗っておくとき、力いっぱいをやるから、ね、みんな割れちゃうんで。そうか、力が有り余ってるから。なるほど、必要以上にパワーを発揮しちゃうっていう、はい、さあ、だいぶ長いオープニングトークになっちゃいました、はい、はいはいはい、今日何しますか。いや、今日はあれですね、まあ、あの1年を振り返って、今後何かこう面白いことができないかというようなことを、はい、掘り下げながらやっていこうと。あ、まあ、あの世界情勢もいろいろ変わってきてますけど、はい、まあ、もうそれぐらいにしておきましょうね。今はそういうことでのおかしいけど、後日談ということで。はい、なるほど、はい、まあ振り返ろうという意味で、はい、ここにもなんかいろいろ。そうですね、これ何ですか。これはいや、ちゃんこで、ちゃんこで一番あのベーシックな豚チリですよ。あ、豚肉でも豚チリ、はい、豚チリで一番ベーシックな感じで、まあ、豚とあのお野菜とあとお出汁で、これ自体は味は出汁しか入ってないんで。へえ、すごい。小林さんが毎回作られてる。でしょ。これ開けるかじゃあちょっと。あ、ちょっと開かなかった。あ、ちょっと待って。いや、これ昭和のパワーだ。もうちょっとだろうかな。もうちょっとだくのに。もうちょっと。もうちょっとあったのに。なんですか。
しかも中西さんのパワーでございます。あ、そう、中西さんのビールですか。あ、私の、はい、あのちょっとあの、はい、茨城をね、あの、はい、あの連れて行かれて、それで何か作れって言うんでビールを、はい、でもちゃんと中西パワービア、ビア、パワービア、なんなんぞ、いいじゃないですか、はい、すごい、いや出世しないの、いや出世もこれでしないです。いや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 、ほらみたいな、はい、マスコンバイス、おはようございます。おはようございます。おはようございます。いやいや、初めて飲みますこのビール。あ、2回目か。そう、2回目、はい、どうなんですかこの味は、うん、見てる方にちょっと伝えるとしたら。そうですね、生ビールじゃないって感じですかね、うん、生ビールじゃない、うドライビールでもじゃないし、うん、ラガーでもないっていう、はい、はい、何でもないビール。いや、クラフトビールですね。あ、大根おろし、大根おろしを入れてですね、はい、そしてまあ浅漬けをですね、はい、入れてですね、まあ、青いとこと白いとこ両方ぐらいこう入れてですね、はい、青いとこと白いとこ、ほとんど青いですね、はい、ポン酢を、ポン酢をかけて。あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫です。何ですか、全然何の問題もないです、はい、ちょうどいいです、はい、ちょうど白いの着てたんで、はい。じゃあちょっといただきます。いただきます。うわ、うまっ、うまっ、シンプルな中にね、はい、伝統の味が入っておりますので、すげえうまい。そうですか。食レポ僕下手くそですけど、うまいとしか言いようがないですもん。いやいや、うまい。よくステーキとか食べるようになったらステーキと同じ分の野菜食べなさいって言うけど、やっぱあくまでお肉はちゃんこの中に入ってるのが一つのお肉で、その中に10種類ね、10種類ぐらいのやっぱり野菜が入ってます。トーク終了のなんか合図なんか。ピーピーピーって言ってますけど大丈夫ですか。今、隣が洗濯機なんで、はい、洗いざらい喋ろうと思ったら、あ、洗濯機に洗いざらい。出ましたね。もう酔っ払ってる。美味しいですこれ。いや、はい。